ードプレゼンツ、出会いは奇跡。この番組は人をもっと笑顔に、ソングバードコーポレーションの提供でお送りいたします。皆さんこんにちは。出会いは奇跡の時間です。お相手はイラストレーターの根本誠とレンでお送りいたします。はい、今日も始まりました。レンさん、始まりましたね。季節はもう5月はいですね。5月になります。暖かくなってきておりますけど、また今日もなんか暖かいお客様がいらっしゃいますね。はい、今日も本当に可愛らしいゲストをお呼びしております。はい、はい、じゃあゲストの方からですね、ちょっと簡単に自己紹介をお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。初めまして、声優目指してフリーで活動しております坂本桃と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。坂本桃ちゃんですね。はい、ね、はい、とっても可愛らしい、ね、の声優さんを目指しているということで、声がねすごくね、お顔も可愛いんですけど、声がさすがなんか綺麗で可愛いですよね。ありがとうございます。本当ね、声優というのは僕も全然 あまりね、そういう機会になくて、ね、ひょんなきっかけでね、私たちのね、根本誠と私の本を作ったのがきっかけで、去年の秋ぐらいでしたよね。はい、そうですね。絵本のそのミニムービーを作る際に、声優さんを何名かちょっと募集する際に、なんと坂本桃ちゃんが、まあ、あるね、方からの紹介でオーディションを受けていただいて、なんと合格しました。ありがとうございます。めちゃくちゃ嬉しかったです。しかもめちゃめちゃもう主役というか、すごい大事な役ですよね。ですね、結構大きい役でしたね。でしたね。ゼルノシア王国の謎という、なんかすごそうなタイトルですよね。映画みたいなね。すごい旧来ですもんね。グーア絵本の、キャラクターが何人かいるんですけど、坂本桃ちゃんは何の役をしましたか？涙の妖精の蓮くん役をやらせていただきました。涙の妖精の蓮くん、はい、涙の妖精、そうでしたね、はい、涙出た涙から生まれた蓮くん、蓮くんですね。蓮くんに選ばれた時、どういう第一印象でした？第一印象は最初男の子じゃないですか、蓮くんって、はい、男の子の役だと思って逆に気合が入りすぎちゃって、なんていうの、絵本なのにアニメとかで出てきそうな少年っぽいのをイメージしちゃってて、自分的には。ああ、なるほどなるほど。ドキドキでしたね。なるほど。だけどなんかすごい可愛らしいちっちゃい雨粒の妖精のレンくんでしたよね。はい、僕はレンって言うんですけど、僕ではないので、はい、視聴者の皆さんね、僕はおっさんなんで、レンさんの役をやったみたいな。そのレン君のセリフって、まあ、結構いくつかあったと思うんですけど、印象に残ったセリフ、何かどういうセリフでした？日本語まだ教えていただければ。やっぱり印象に残ったのは、その自分の説明というか、涙から生まれてきたよっていうところが、あ、自分レン君なんだって思ったっていうか、自分に響いたところでしたね。お、なかなかいいですね。じゃあレン君、レン君が生まれる前はどういうシチュエーションでしたか？どこから覚えどんなナレーションでしたっけ？レン君のセリフが始まる直前。始まる直前は、あれですよね、ポポがどこから来たのとか聞いてくれて、レン君が話し出すって感じだったと思うんですけど。じゃあ根本まこさん、ポポの役になりきって、どこから来たのってまず言ってもらえますか？ちょっと待って、覚えてないよ。どこから来たのって。どこから来たの、はい、絵本もね、今ね、いや、大丈夫。どこから来たのって言って行きますよ。はい、3、
3、2、1、はい。どこから来たの？ポポの涙から生まれたんだ。毒の涙？そうだよ。悲しみの涙には特別な力が混ざってるんだ。ポポ、ほら目を閉じて。そして心の声を聞いてみて。すごい。あれ今ももちゃん腹話術なんか口がこう言ったけど、他の人が誰かこう来たわけじゃないですか。落ち着いた方の声で。いやなんかすごいですね、声優ってね。ねえ。全然そういう技とかできないんですけど、え、何種類か できるんですか。何種類か、そうですね、学校でお勉強した中ではやっぱり元の声が結構私高い方なので、うん、やっぱり女の子キャラをやることが多かったんですけど、その分少年とかも結構練習はしましたね。苦手だからこそ練習しました。いやなんかすごい嬉しかった、なんか今のポポの声が、ね、レイ君の声が嬉しかった。だあの今ラジオをお聞きの方はあの音声しかあれですけど、これまたね、もしあの聞いていらっしゃる方は YouTube をご覧になっていただければいいと思うんですけど、顔を見ながらその声優さんの声が聞けるっていうのはなんかすごいなんか得した気がしますよね。そうですよね、なんかお小遣いもらった感じになってちょっと違う声で今のセリフを言ってもらえます？全く違う声で。はいはい、あの何でもいいですよ。もう一回じゃあ根本真子さんがどこから来たのって言っていただきたいので、はい、3、2、1、0。どこから来たの？ポポの涙から生まれたんだ。僕の涙？そうだよ、悲しみの涙には特別な力が混ざってるんだ。ポポ、ほら目を閉じて。そして心の声を聞いてみて。すごいなんかアニメ的な。心の声を聞いてみたくなってしまいました。可愛らしい。いや、なんでそんなに何種類も出るんですか。なんだろう、なんか元々、うん、なんて言うんだろう、自分が中学校の時とかもっと声が高かったんですよ。うん、それでみんなになんかどこから声出してるのとかすごい言われて、ちょっと低くしたいなと思った時にいろんな、うん、アニメの声の真似とかしてみて、でそしたら幅が広がったというか、そこで練習したのが聞いたのかなって思ってます。なんかその声優のほら学校に行ってたじゃないですか。でそこでもやっぱりコツっていうのを教えていただくんですか、はい、技術的な。なんかやっぱりコツというよりは、なんて言うんだろう、自分の声を大事にした方がいいっていう人が多くて、やっぱり作った声だと結構みんな似てるんですよ、うん、女の子にしても男性にしても。ああ結果がね似てるんです。あ、そうです、ね、だから地声に何かをプラスして、うん、でそれに演技ができるくらいのここを目指せみたいので、なるほど、ね。ちなみにレパートリーというか何種類ぐらいですか、基本の。今2種類でしたよね。2種類ですね、ちっちゃい女の子と男の子と、あともうちょっと、うん、大きい男、何て言うんだろう、男性系な、男性とまではいけないんですけど、うん、少年とかと、あとおばあちゃんとかもやりましたね。あ、おばあちゃんの役をもう一回してみますね。あ、本当ですか、本当ですか、さっきの、はい、じゃあ、まこさんまたよろしくお願いします。はい、しました。はい、普通は普通でいいんだよね。そうそう、え、まこさんもしてみてもいい。いい、普通でいい。じゃあちょっと一回、全員おばあちゃん、うん、やってみましょう。お願いします。はい。どこから来たの？ポポの涙から生まれたんだ。僕も涙？そうだよ。悲しみの涙には特別な力が混ざってるんだ。ポポ、ほら目を閉じて。そして心の声を聞いてみて。以上です。ヨネットおばあちゃん。誰や。いや、おばあちゃんあまり得意じゃないみたいですね。元気になりました。元気になりました。うん、栄養ドリンク飲んだ感じ。いいね。面白いな。いろんな。なんか本当声優さんの方ってなんかこう。
本当になんかスイッチがこうカチッカチッって切り替わるみたいに、うん、すぐなんか声がそういう風なね感じになるじゃないですか。わかりますね。なんかそこが本当に素晴らしいですよね。さすがって感じ。あの坂本ももちゃんひょっとして動物の鳴き声とかも真似できます？猫なら猫なら。いやだけど面白いですね。面白いですね。なんかこれからの目標とかあるんですか？これからはやっぱり何て言ったら最終的な目標としては、うん、声優の方をお仕事としてそれで食べていけるというか、しっかりやっていくようになれたらいいなと思ってるんですけど、直近の目標ですよね。なんかいろんなのにとりあえず出てみたいっていうのが目標ですね。なるほど。面白いですね。本当にいろんなことにね、なんかこういろんなところに出てチャレンジしていくことで、うん、ね、なんか認知度ね、皆さんに知ってもらうこともできるし、はい、自分のね、うん、経験もねたくさん積むことでなんかね、プラスになっていくと思うので、はい、ね、うん、そういういろんなこうね出ていくところがあるといいですね。ぜひ頑張っていきたいです。本当。いいですね。あの声優を目指して、あのだって自分のこの声が商売道具っていうかになるんですね。すごいですね。そうですね。なるほど。そうだそうだ。なんかこう声のやっぱりねお仕事なんかやっぱ気をつけてることっていうのあるんですかね。やっぱり寝るときは絶対加湿器つけて。乾燥しないようにするとか、喉は絶対持ってますね。乾燥しないようにね。いいですね。なるほど。はい、なるほどですね。いや、あのちなみにいつぐらいその声優になってみようかなとか、何かきっかけとかあったんですか？なんかのテレビの真似してみたら声が違ったとか。それもさっきのお話にちょっと戻っちゃうんですけど、うん、中学校の時にそのいろんなアニメ見て、いろんな声出して遊んでたんですよ。あ、遊んでたんですね。はい、うん、なんか、私も意外と低い声出ると思って、うんうん、その時にやっぱりこの声どんな人が出してるんだろうと思って、だからアニメのキャラの中の人とかを調べたりするようになって、あ、声優ってお仕事あるんだ、すごいなってなって、目指し始めましたね。なりたいなって思ったのがやっぱきっかけでした。なるほど。はい。楽しそう。うん、そうですね。どうぞどうぞ。子供の時にそういうあれですね。声優ね。あのちなみに声優さん、声優さんって基本的に顔出ないじゃないですか。はい。テレビの声優さんも映画の声優さんも。はい。なんか。今度は声優以外に何かこういうこともやってみたいなとかあります？声優以外だと、はい、もう全然変わってきちゃうんですけど、やっぱり、はい、私動物が大好きで、なんかそっち系のお仕事もいいなって思ったことがあって、あ、動物のお世話したりとかそういうことですね。あの獣医さんになりたかった時もあって、あ、お世話に動物のでもなんか血とか見れないなっていうのがあったり、結構猫ちゃんとか拾うんですけど、うんうん、なんだろう、前に惹かれちゃってる猫ちゃんを拾ったことがあって、うん、でまだ息はあったんで病院に連れて行ったら、なんでその1回で結構私的にはなんて言うんだろう、心に来ちゃったんで、これ毎回毎回病院なら来るじゃないですか、うん、なんかそういうのに耐えられなそうだなって思って、ね、ちょっと目指すのを拾ったことあったんですけど、憧れます。なるほどなるほど。動物の獣医さんね、なるほどですね。あのやっぱり、うん、優しいんですね。うん、ね、うん、優しいね。うん、うん、で今ちなみに、もう直近で、あ、そうそうそう、またこれからいろんな絵本作っていくんですけど、
はい、また次ね機会があればね何かお願いしますよ。ぜひよろしくお願いします。何か他にこの視聴者の方に発信したいこととか他にないですか？大丈夫ですか？発信したいこと、うん、あのインスタとかでいいですかね。インスタグラムでも投稿したり活動したりしているので、うん、よかったらそちらも見ていただけたら嬉しいです、うん、あ、インスタグラムここですね。今こちらに、ね、出てますので。ありがとうございます。皆さんねフォローしてあげてください。お願いします。楽しい楽しい。ありがとうございます。あのももちゃんはあの今回あのデルノシア王国の謎の声優さんはいろんなところから来られたんですけど、はい、あのお住まいなんか関東の方ですもんね。はい、関東の群馬に住んでおります。群馬の方ですね。はい、もうずっと生まれも育ちもそちらなんですか？あ、そうです。生まれも群馬県高崎市でございます。あ、そうなんですね。なるほどな。面白い。お友達とかは、はい、あのあれ言ったんですか？この前声優出た時っていうのデルノシアの。すぐ言いました。嬉しくて。見てくれって何か言ってました？見てくれてみんなめちゃくちゃ喜んでくれて。絵本もみんなゲットしてくれました。嬉しい。そうだったんですね。これだこれだってあの子供がいる。お友達もいるんですけど、うん、一緒に読んだよって指さしてたよとか言ってくれて、あ、レン君はね、レン君指さしてこれももちゃんだよみたいな。そうね。それ嬉しいねそれね。はい。嬉しいね。だってそうだよね。よく考えてみたらさ、まあ、僕たちはまあ本書いてる側で、うん、その声をされた方のお友達が、あ、このレン君というか、ここにももちゃんがいるみたいな感じで言うんでしょうね。そうですね。それは多分まあきっと嬉しいですよね。ね、そうやってね声をね出して、うん、絵本とその声がね、しかもももちゃんももちゃんが声がしてるみたいな。ね、嬉しいですよね。本当です。なんかそれだけさ、あの何種類も声が出るとさ、例えば絵本を、うん、仮にその自分で創作して、はい、3、4名の、あのキャラクターを作って、はい、一人で全部声変えて言っても面白いでしょうね。確かに、ね、できそうですね。ね、でこれ誰の声、誰の声って書いて、いや実は全部私なんです。すごいってなりそうですね。え、これ音楽は、ね、私が作ったんですよみたいな感じで、なおさら面白いですよね。面白いですね。はい、え、良さそう。面白い。それね、それがまたね、あの告知になりますもんね、いろんな方々にね。そうですよね、一気にいろんな声を知っていただけるってことですよね。そうですよね。すごい。なんか本当、4種類、5種類はできるんじゃないですか？あ、できると思いますね。楽しそうでって、うん、もうすでに楽しい。うん、それこの、ね、収録終わってから打ち合わせしましょう。まだね、まだもうちょい時間があるのにね。はい、根本真子さんは声優に今まで興味を持ったことはなかったんですか？いやー、声優さん、なんかその声優さんになりたいとかそういうことはまあ本当にやっぱり思ったことはなかったんですけど、うん、なんかね今ほらなんかもうみんなほら YouTube とかたくさん個人でねいっぱい配信してるじゃないですか、うん、ね、そういう時代になってきて、なんかそういうのを見るとなんか自分もなんかこう自分のイラストを使ってなんか自分の声でなんかこうやってみたいなっていう気持ちはなんか出てきましたよね。うんうんうん、なるほどですね。素敵。ね、僕はもうね本当もっぱら音楽の方なんで、あまり声優とか役者とかは今まで考えてもみなかったんですけど、うん、さっきのももちゃんの何種類の声も見た時にすごい感動して楽しかった。嬉しい。嬉しくなりますよね。うん、
やっぱりさ、あの、なんて言うんですかね、そのテレビとかを見ても声優さんがたまに顔を出して喋ってるところはあるんですけど、こう直にこういう形でお話ししながら、この声お話ししてもらえますかって、すぐそのリクエストに答えていただいて、その場で声を出していただくという、このやり取り、キャッチボールが多分面白いですね。私は結構ドキドキしてたんで、ああ収録中だったできるかなと。なるほど。なんかまこさんもいろんな声出そうですよね。ちょっとね、ラジオではちょっとね、恥ずかしいので。なんかでも、いろいろできるかも。できるかも。できるかもって言ったら、できたきたきた。自分なりになんかね、できるかもしれんな。でも皆さんにお聞かせするような、声ではないので、はい。楽しみたいと思います。あの声優さんを募集してますよっていう、そのオーディションみたいなのは、あのご覧になったこととかありますか？ももちゃんは。私見たことはあります。なんか調べていくとやっぱ結構いっぱい出てて、あるんだ。声優を募集してますとかあるんですけど、なかなか。なんていうんだろう、学校つながりで受けるオーディションばっかりだったので、あーなるほどね、こっちはあんまり踏み入ったことはなかったんですけど、なんかこういう素敵な出会いがあるならいいなって思いましたね。ちなみに今回声優さんを、まあ、その学校さんの紹介で、まあ、今回出会ったじゃないですか、はい、で他に今までこういう経験はなかったんですか？はい、今まではなくて、やっぱり調べて、あ、やってみたいなと思ってたんですけど、人生初のじゃあそのお試しがご紹介でやってみないって言われて、はい、なんか蓮くん役になって、はい、なんか今もうお友達になってますよね、この3名。 ありがたいことに。嬉しい、すごく嬉しい。で、嬉しいね、なんかね、いいですね。いや、どん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 まだで若いしね、あのどんどん飛ばしてほしいですね、飛ばすのね、どん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 そのね、スピード出して声優をね、そのやっていきながらね、有名になってほしいな、活躍してほしい、ありがとうございます。やっぱりこれを機にいろんなのを受けてみようかなって思ったんですけど、なんて言うんだろう、やっぱりご時世的にコロナとかがいっぱいあって、東京とかに行けなかったので、やっと最近落ち着き始めたじゃないですか。だんだんね、動けるようになりましたもんね。ですよね。だから受けてみようかなと思ってます、うん、いいですね。まこさんも受けてみたらいいかもしれないですね。まこさんはね、あのね、本当ね、エンジンがかかるとね、すごくね、あのね、ちょっとハマる可能性があるので、あんまり飛ばさないでね、その時はね。やっと見えましたね。なんかわからんけど。飛ばしたね。そうそうそう。視聴者の方何もわかんない。だけど すごいなんか素晴らしい出会いができて嬉しかった。本当です。嬉しいです。ありがとうございます。ありがとうございます。本当、うん、またね、なんかしましょう、一緒に。ぜひ、ね、よろしくお願いします。楽しみにしてます。本当、今日は素敵な、可愛い、ね、うん、動物を愛する、はい、坂本ももちゃん。うん、ね、もも好きですか、フルーツの。大好きです。大好きなんですね。もも好きな坂本ももちゃん。今日は本当、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、では、また。来週。ありがとうございます。はい。この広い空の中で、君と会えた、それが奇跡。することを教えてくれた。
のままで大丈夫だよ。二人で見た夜空に光一つ、歩いて行こうよ、手をつなぎ、流れ星に誓うよ、明日を信じ、どんな時もそばにいる。嬉しい時笑顔の数が溢れるよね、空にたくさん。悲しい時涙の数を分け合ったね、希望に変えて。二人で聞く雨音雫一つ、歩いて行こうよ、手をつなぎ、虹の空に誓うよ、夢を抱き、どんな時